マイクロ RNA-21 とは、ミア -21 遺伝子によってコードされている、哺乳類のマイクロ RNA である。ミア -21 は、哺乳類におけるマイクロ RNA でも、ごく初期に同定されたマイクロ RNA のうちの一つである。成熟ミア -21 の配列は進化の過程で、強く保存されている。ヒトミア -21 遺伝子は、 液胞膜タンパクと呼ばれるトメム49遺伝子によって第17番染色体長腕の精査に存在している。ミア -21 は高度遺伝子の転写方向におけるイントロン領域に存在している。にもかかわらず自身のプロモーター領域を有しており、プリミア -21 と呼ばれる約3400円基の独自の初期転写産物を生成する。 ステムループ構造を有する1000グダイミア -21 はプリミア -21 の2445から2516番の塩基に存在している。プリミア -21 はプレミア -21 を生成するために、核内において、ドロー車と呼ばれるエンドヌクレアーゼによって切断され、細胞質基質へと運ばれる。このプレミア -21 は、その後、 細胞質機質において、ダイサーによって切断され、低分子の2本鎖 RNA となる。転写による両鎖の発現量は同等であるが、片方の鎖のみが成熟 RNA としてのプロセッシングを受け、もう片方の鎖は次第に減少していく。その後、成熟マイクロ RNA は、マイクロ RNA リボ核酸タンパク複合体で、あるリスクに取り込まれ、 標的伝令 RNA の三非翻訳領域に存在する完全相互配列付近へと運ばれる。ミア -21 の標的は数多く実験的に確認されており、それらのほとんどは主要抑制因子である。よく知られているものとしては、10、PDCD4、トロポミオシン、スプラウティ1、スプラウティ2、PCL-2、レック、 ビル -12P35、用12 1、HNRPK、BTG2、ティジフブライ、タップ 63P12、CDK2AP1、MEF2C、AINP32A、スマーカ4ロブ、HMSH2 など。ミア -21 は、主要関連マイクロ RNA として同定された、最初期のマイクロ RNA の一つである。ミア -21 の標的のほとんどは、 主要抑制因子であり、非常に多くの悪性腫瘍と関連している。ミ二 -21 は、循環器疾患の進行に、重要な役割を果たしていることが示されている。ミ二 -21 は、高発現することでマウス及び人の心血関係に、悪影響を及ぼすマイクロ RNA の一つである。さらに、厚深心疾患モデルマウスに対して、科学的就職と、 活性化コレステロールによるマイクロ RNA 阻害剤を用いてマウスのミア -21 を阻害したところ間質の繊維化の抑制や心機能の改善が認められた。驚くべきことにミア -21 のグローバルのクアートマウスは野生型マウスと比較し心負荷に対する明らかな反応の違いはほとんど認められなかった。同様に ミア -21 を阻害するように設計された短いオリゴヌクレオチドは、新肥大や繊維以下を阻害することはできなかった。急性心筋高速モデルマウスを用いた他の実験では、高速範囲におけるミア -21 の発現量は優位に低く、また、このマウスにアデノウイルスを用いてミア -21 を過剰発現させたところ、心筋高速の範囲が縮小した。 テンプレートミナプリカーサーファミリーズありがとうございます。